おはようございます。はい、モクさん、おはようございます。アレリア、今日はいい気候です、そんなに寒くもなく暑くもなく。タイさん、マイちゃん、おはようございます。アレリア、今日はいい天気です。ルルさん、ハレリア、いい天気です。天国はですね、光り輝いているところですね。この晴れの景色のように、天国は光り輝いているところです。太陽さん、おはようございます。ソニアさん、アメン。私たちは幸せです。イエス様にとどまり、イエス様の言葉にとどまっています。私たちは幸いです。私たちは今イエス様の愛の中にいます。イエス様の平安の中にいます。ちょっと電波が悪いですかね。はい、アイスティーさん、おはようございます。ちょっと電波が悪いみたいです。はい、そうですね、今日は9月17日ですね、ごめんなさい。今日は、9月17日ですね。はい、元彼さん、ハレリア、アメン。どうか病気が治り、社員に戻れますように、なれますように。イエス・キリストを信じると健康になれます。多くの人はいろんな病気を持っています。その多くの病気は悪霊による病ものであり、また永遠の命がないために弱ってしまって、そして病気になるのです。ですからイエス・キリストを信じることに、おはようございます。イエス・キリストを信じることによって元気になります。ユウさん、アヤポンさん、シャンさん、ゴマちゃん、おはようございます。今日はちょっと電波が悪いみたいで、原因は分かりません。やはり電波、日によって違うんですよね。日によって、電波の状態が違います。ですから不思議ですが、この場所はですね、とても電波のいいとこなんですね。他の場所に比べてかなり、電波のいいとこです。それでもですね、あ、カクカクしてますか、シャンさん。そうですか。日によってですね、違うんですね。日によってですね、電波の状態が違います。はい、今ニコ生もちょっと途切れていますね。場所をちょっと変わった方がいいかもしれませんね。はい、太郎さん、おはようございます。おはようございます。ちょっと移動してですね、電波のいいところ行きましょうかね。どこが電波がいいかちょっと分かりませんが、サタンの邪魔かな。そうですね、すべてのことが霊的なことですね。すべてのことが霊的なことです。ですから、いろいろサタンが邪魔することもあります。すべてとは言えないかもしれません。多くのことは霊的なことです。霊的なことといえば全てのことですね。全てのことはニコ生トマトですか。そうですね、ちょっと原因が分かりませんが、ニコ生は、音声が
映像とずれてカクカクしてます。そうですか。そうですね、どうしましょうかね。ルーさん、昨日の夜イエス様と手をつないで座っている夢を見ました。イエス様は白い服を着て金色の腰巻きをしてました。わー、素晴らしい。皆さん、ルルさんがですね、ルーさんの夢の中にイエス様が、来られました。そして、イエス様は白い服を着て金色の腰巻きをしてました。マブルさん、おはようございます。ちょっとですね、どうしましょうかね。ちょっと原因が分かりませんね。ルーターをリセットする方法もあるんですが、どうしたらいいでしょうか。太郎さん、パチンコで2万円負けてしまいました。ギャンブルはですね、ギャンブルはやはり、偶像崇拝なんですね。お金を求めています。お金を愛しています。ですから、必ず失望します。偶像崇拝は必ず、失望します。すいません、それじゃあですね、どうしましょうかね。場所を変えてもダメかもしれませんよ。時々画像止まるけど大丈夫。あ、そうですか。もうちょっと電波のいいところに行きましょうか。電波のいいところがあるかもしれません。今日のタイトルはですね、信仰に専念する、信仰に専念するというタイトルです。皆さん、勉強ができる人というのは、勉強一生懸命やってですね、もう本当に、勉強ばっかり してれば勉強ができるようになります。どんな人でもですね、勉強をたくさんすれば勉強できるようになります。成績が上がります。電波よ止まるなと叫べばきっと大丈夫です。アメン。ただ問題は、その勉強するのが嫌いで勉強したくなければ、ね、確かに勉強したくなければ、勉強は確かに難しくなります。あまり電波良くないですね。電波どこ行っても良くないでしょうかね。この辺はどうでしょうかね。誰でも勉強すればですね、誰でも勉強すれば成績は上がります。ただ勉強する意欲がなかなかなくて、ね、勉強する意欲がなくて、なんか電波やっぱり良くないですね。困りましたね。なかなか勉強ができないというのがあれです。そして仕事もそうですね。仕事を一生懸命やる人は、仕事の、まあ、成績が良くなるでしょう。仕事を一生懸命やる人は仕事の成績が良くなります。何でもそうですね。何でも、趣味に没頭する人は趣味が、非常に、なんて言うんでしょうかね、上手になります、ね、スポーツも練習すればするほどスポーツは、よくできるでしょう。音楽もですね、ピアノの練習する人はピアノがどん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 今大丈夫です。あ、そうですか、ごまちゃん今大丈夫。そういうふうに皆さん、その人が熱心になることがですね、ごめんなさい、ちょっともう一回ニコ生を、その人が熱心になることがね、また英語を訳してもらってもいいですか。いいですよ。
熱心になることがそのなんて言うんでしょうかね、こううまくいきます。お金持ちの人はですね、実はですねお金のことばっかり考えてるそうですね。お金のことばっかり考えてる、それでまあ、お金持ちになっていくのだと思いますけど、その お金のことばっかり考えています。しかし聖書では、ね、お金持ちは哀れだ、お金持ちは哀れだと聖書では言っています。つまり、お金のことばっかり考えて、それにとらわれている、お金にとらわれている。シャンさん戻りました。音声も映像も正常に動作しております。イエス様に感謝します。アメンアメン。はい、匿名さんおはようございます。納豆さん、おはようございます。あ、ニコ生ごめんなさいね、なんかどういうわけか、うまくいきませんでした。ですから、私たちは何でも自分が努力をするもの、熱心になるものが、うまくいくのですが、しかしですね、皆さん、太郎さんみたいにね、太郎さんはパチンコに熱心になるということは意味がないと思いませんか。一生パチンコ人生なんてもうあまり良くないですよね。ですから何にですね熱心になるか、何に熱心になるかということがとても大事なんです。アイポンさん、 In my own madness that deep inside give me happiness。 ですね、内側に深く、のまあなんて言うんでしょうかね、狂気というんでしょうかね、狂気で幸せになるということですね。内側に深い狂気によって、幸せになる、それは大間違いです。狂気によって幸せにはなりませんね。はい、皆さんは今放送に来てらっしゃいます。それはですね、信仰に専念していると言えるでしょう。その御言葉に専念している、それがですね大正解です。イエス・キリストに会って専念する、皆さんこれが唯一の大事な専念することです。それ以外に専念することが偶像崇拝と言えるでしょう。ですから何に専念するか、まあ何も専念しないっていう人がいるかもしれません。何も専念しないならば、信仰に専念しやすいのと思います。何かに専念している人はイエス様に専念しにくいのではないでしょうか。ヒットさんおはようございます。ユノさんハレリア。聖書の一番の命令は、心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして主なる神を愛せよ。つまり、イエス様に、心を尽くしなさい、思いを尽くしなさい、つまり専念しなさいということですよね。イエス様に専念する、イエス様の教えに専念する、まさにそれが聖書の教えと言えるでしょう。そして隣人を自分のように愛する、この隣人を自分のように愛するということに専念する。皆さん、私たちは本当に専念することを知っているのです。皆さんが毎朝毎晩この放送に来ることはまさに御言葉に専念しているので、大正解と言えるでしょう。
太郎さん、なんだかんだ言いながらこの放送を見てしまうのは皆さん隠れ信者なのでしょうか。太郎さん大正解ですよ、ね、なんだかんだこの放送を見てしまうというのはやはり何か霊がですね植え替えて本当の食べ物、本当の飲み物を求めているからではないでしょうか。他のことでは満たされない、他のことは何かうさんくさい、他のことでは、心が本当に、平安が来ない、肉的なこと、肉からは何の益もない、肉は何の益もないと書いてあります。御霊によって、御霊によって、永遠の命が来ます。あ、やはりちょっと電波が悪いみたいですね。はい、シャンさん、隣人は毎日、悪い動画、悪いゲームをしています。幸せなんでしょうか。いえいえ、全然幸せではありません、ね。そういうゲームや、動画を熱心に見ているということは不幸ですね、不幸です。タイさん、そこでイエスは彼に言われた、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である、主を愛せよ、アメン。あ、ちょっとニコ生、ちょっと今日は、今日はですね電波が悪いですね。ニコ生がプチプチだそうです。モンクさん、私もこの放送に毎日来れて大正解だと思います。この放送はイエス様の導きのある良い身になれる放送です。アメン、アメン。ちょっと電波不足ですね、申し訳ないですね、ちょっと電波不足です。それではちょっと申し訳ないんですけど、電波を作らなきゃいけません。ごめんなさい、ちょっとですね、放送を切るとこがあります。ごめんなさい。はい、あやぽんさん、夢中になれることは幸せという意味ではないのですか。そう、あやぽんさん、夢中によく世の中の人がいますね。何か一つのことに、夢中になんなさいと言います。でもね、そうではないんです。悪いことに夢中になるのは良くないんですね。パチンコに夢中になることはよくありません。ゲームに夢中になることはよくありません。私たちは、イエス様に夢中になる。イエス様の教えに夢中になる。それが大事なんです。何に夢中になるか。何に夢中になるかが大事なんです、ね、どう考えてもね、パチンコに夢中になることは良くないと思いませんか、ね、パチンコに夢中になることは意味がありません。はい、ジゼルさん、おはようございます。あ、これですか。あ、ごめんなさい、あやぽんさん、日本英語の意味ですね。ですね、In my own madness, deep inside, give me happiness。あ、そういう意味があるのかもしれませんね。ごめんなさい、ちょっと調べてみないと分かりません。ごめんなさい。MJ さん、今普通に生活ができていることが幸せなんだということが分かりました。 MJ さん、そうではありません。普通に生活できることはもちろん、幸せですが、しかし、イエス・キリストに会って、イエス・キリストに会って命に向かっているならば幸せです。滅びに向かっているならば幸せではありません。私たちが今どういうところを通っているか、どういう生き方をしているかということが大事なんです。イエス様と共にいるならば幸せです。イエス様から離れていれば幸せではありません。シャンさん、イエス様の働きに応えることが私たちは本当の幸せなんでしょうね。イエス様にと共に歩み、イエス様の愛の中にいて、
また信仰をキープしていることです。昨日はですね、昨日の夜は洗濯という話でした。洗濯機の洗濯ではありません。選ぶということですが、つまり私たちはイエス様を選択しました。イエス様の道を選択しました。イエスキリストを信じる信仰の選択をしました。それが大事なんです。そしてそれをキープすることが大事です。その正しい選択をするだけではなくて、その正しい選択を守る、キープする、忍耐強くその信仰をキープする、それが大事なんです。イエス様おっしゃいました。最後まで耐え忍ぶ者は救われる。最後まで耐え忍ぶ者は救われる。私たちは自分の選択、イエス様を選び、イエスキリストの教えを選び、クリスチャンを選んだ、その選択を忍耐強くキープする。そうすれば、最後まで忍耐すれば救われる。最後まで忍耐すれば救われる。皆さん、それが大事なんです。それが大事なんです。ぜひ皆さんの選択は正しいのです。イエスキリストを選んだことは正しいのです。ただそれを、これからいろいろ試練が来ます。これからいろいろ試練が来ますから、その試練に耐えられるように、その正しい選択をキープできるように、今私たちは、根を張る必要があります。イエス様の言葉に根を張って、しっかりとその真理を理解することが大事です。シャンさん、イエス様を常に一番に考え、祈りを日々続けています。継続は力なり。アメン。サウジの石油工場攻撃爆破はサタンの仕業でしょうか。そうですね、サタンの仕業です。電波悪い、やはりまだ電波悪いですか。はい、そういうわけでですね、私たちは信仰に専念する。私たちはイエス様の弟子になりました。イエスキリストを信じるというのはイエス様の弟子になるということです。まあ、弟子というのはですね、学ぶことですよね。先生から学ぶことです。それはやはり専念、勉強、さっきも言ったように勉強に専念すれば成績が良くなりますから、信仰に専念する、イエス様の弟子としてイエス様の言葉に専念する、それが大事なんです。それが大事なんです。皆さんは熱心です。皆さんは専念しています。ですから皆さんの信仰はすくすくと成長していると信じます。皆さんの信仰はすくすくと成長していると信じます。紆余曲折があるかもしれません。失敗することもあるかもしれません。しかし、7回倒れても7回倒れても主が、その起こしてくださるとも書いてあります。太郎さん、キリスト教とイスラム教の聖地はなぜ同じエルサレムなのですか。エルサレムはですね、キリスト教とユダヤ教の聖地ですけど、イスラム教の聖地ではありません。あれはですね、デタラメなんですね。デタラメです。イスラム教の聖地はメッカとどこだったかな。メッカともう一箇所ね、
エルサレムではないんです。ただエルサレムだとそのなんて言うんでしょうかね、まあ言い張ってる、嘘を言ってるだけに過ぎないんですね。タイさん、また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。私たちの主の忍耐は救い、まあイエス様がですね、忍耐強く、その人が救われるのを忍耐強く待ってるということですね。ジュデノさん、なぜハロウィンに参加したら乗られるんですか。悪魔のお祭りですからね。偶像崇拝ですね、偶像崇拝すると呪われます。多くの人はその偶像崇拝や不貧困の呪いで苦しんでいます。偶像崇拝や不貧困の呪いで苦しんでいます。ヒットさん、キリスト教でも天罰やお仕置きはありますか。もちろんあります、もちろんあります。それでは、明石タイム行きましょう。明石タイム、イエス様を信じて、イエス様を信じて、イエス様の教えに専念するようになった証。以前は虚しいことに熱心だったけど、虚しいことに専念していたけど、今は本当に素晴らしいことに専念している。本当に大事なことを専念している証。スタート、スタート、スタート。はい、セシさん、おはようございます。杉田、これなんて読むんでしょうかね、南っていうんでしょうかね、杉田南議員はどう思いますか。やはりですね、あの日本会議ですね、日本会議の右翼ですね、日本会議の右翼の意見を持ってます。ヒットさん、いくら他から攻撃されても反撃や報復はダメですか。ダメです、ダメです。復讐してはいけないと書いてありますね。復讐してはいけない。いつもイエス様をそばに感じます。ユウさん、いつもイエス様をそばに感じます。あ、杉田美穂さんですね、ごめんなさい、南さんじゃなくて美穂さん。シャンさん、以前は悪いことばかりする隣人を神の愛で愛せなかったけど、徐々に神の愛で隣人を愛せるようになってきました。アメン、素晴らしい。 MJ さん、僕は無宗教なんですが、救われますか。救われません、救われません。イエス・キリストを信じなければ救われません。他に救いはありません、他に救いはありません。イエス・キリストを信じて、イエス様の弟子にならなければ救いはありません。天国に行けません、天国に行けないどころか永遠の刑罰、地獄に行ってしまいます。なぜですか。罪があるからですね。人間は、アダムとエバの子孫です。罪人として生まれてきますから、その罪を許してもらわなければ、罪人が天国に行くことはできないんですね。救われるためには罪が許されてこそ、罪が許されてこそ、天国に行けるんです。巫女というのは神様と違うんですか。巫女というのはですね、イエス様のことですね。
イエス様のことを巫女と言います。ヒットさん、洗礼というのは水の中にドブンと入るんですね。水の中にドブンと入ることが水の洗礼です。でも大事なのは聖霊のバプテスマ、聖霊の洗礼が大事なんです。はい、アイポンさん、無視してください、ね、無視してください。アイポンさん、ね、誘惑されてはいけません、ね、関心、アメリカ人に関心があるかもしれません。しかし誘惑されてはいけません、彼の中には、欲しかないのですね。欲しかないのです。近所さん、おはようございます。モンカさん、イエス様を信仰することに専念し、奈良の70倍許しなさいという御言葉を胸に忍耐強くなりたいです。イエス様の弟子になれて最高に幸せです。感謝します。セシさん、救いというのはですね、罪が許されなければ救われないんです、罪を許す方法は十字架以外にはないのです。十字架以外に、罪は許されません。ですから、他の宗教じゃ救われないのです。ジュダンさん、なぜ多くの日本人は性欲は止められないんでしょうか。それはイエス様を信じないからですね。イエス様を信じて初めて欲をコントロールできるんです、ね、イエス様を信じなければ欲はコントロールできません。聖霊様によって、聖霊様によって初めて自制心が与えられると書いてあります。御霊の実という言葉の中に自制があります。ヒットさん、セックスとは何でああも醜くて忌まわしい行為を楽しむものでしょうか。本来は神が作られた良いものです。その良いものを罪によって汚してしまったから、良いものだからこそ汚れちゃうんですね。良いものだから罪によって汚れてしまうんです。太陽さん、私もイエス様に近づくために十字架にかかった方がいいのでしょうか。太郎さん、まずですね、イエス様が十字架にかかったのです、ね、ですから悔い改めてイエス様を信じることが大事であって、イエス様の十字架の贖いを受けることですね。セシさん、それは聖書をまだ知らないということですね。聖書にですね、イエス様以外には救われないと書いてありますから、聖書を信じない人はもうそれは論外です、論外です。ウニさん、信仰結婚するまでは性行為をやめています。ウニさん、彼氏がいてはいけないのですね、彼氏がいてはいけません。純潔だとしても、彼氏がいること自体がもうすでに不貧困なんですね。ウニさんは純潔にならなければなりません。あ、婚約、でも彼はクリスチャンじゃないですよね、クリスチャンじゃなければ、婚約はそのしてもですね、それは、結婚してはいけないのです。結婚、まあ、信仰を持つまで待つという手もなくはありませんが、信仰結婚できるまでは
そうですね、いくら、ね、婚約してると言ってもやはり距離を空けなければなりません。未信者と首輝を追ってはいけない、未信者と首輝を追ってはいけないと書いてあります。太郎さん、 iPhone7 が壊れてしまいました。まず太郎さん、悔い改めてイエス様を信じてから祝福が来ます。悔い改めてイエス様を信じて、イエス様の弟子になるところから始めましょう。聖書はどこで購入できますか？アマゾンで買えますね。アマゾンで買えます。タイさん、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁じる律法はありません。ここに自制という言葉がありますよね。聖霊に満ちて、聖霊に燃えて初めて欲をコントロールできるということです。ごめんなさい、ウニさん、そうでしたね。純潔を保って、ね、本当に、二人が、そうですね、二人が、信仰生活、信仰的になるまでは待たなければなりませんね。イエス様の教えに間違いはありませんね。そうですね、ウニさん、それもダメなんですね。それも、それも聖書では禁じられてます、ね、それも聖書では禁じられてます。でも、信仰はなければ、ね、それをコントロールはできないと思います。信仰があってこそ、信仰があってこそやめられます。信仰はなければやめられないでしょう。はい、ヒットさん、私もですね、恋愛を禁じてます、ね、恋愛を禁じてます。なぜ恋愛を禁じるんですか？まあ、恋愛自体が、偶像崇拝です。そして恋愛によって不貧困になることが多いのです。ですから、恋愛は禁止しています。ウニさん、そうではありません。世の中ではそう言いますけれど、聖書では公職と言います、ね、聖書では、それは、公職の部類なんです。はい、それでは、ファイナルメッセージ、ファイナルメッセージ、厳しい、厳しいですか？地獄行く方が厳しいと思いますね。地獄に行く方がはるかに厳しいのです。地獄に行くぐらいならば、私たちは、何でもやめれると思います。そうですね、シャンさん、ネット聖書というのは無料です。聖書アプリも無料です。 U バージョンというのがあります。パソコンだったら e-bible というのがあります。 e-bible は無料で聖書が読めます。また聖書アプリだったら U バージョンというのが無料で見れます。一応ですね、ぼっちさん、不貧困っていうのは、まあ、男女関係のことを言いますね。日本語ではね、万引きも不貧困かもしれませんが、聖書的には男女関係のことを言います。
現在教会の牧師を行っておりますが、年齢もあまり存続できないため、牧師に後を継いでもらえませんか。場所はどこでしょうか、ね。根岸さん、場所はどこでしょうか。マルコさん、みんな学校に騙されています。あれはただの国の洗脳機関です。埼玉県ですか。まあ、根岸さん、もしよければスカイプとか LINE で問い合わせくださいね。スカイプ、LINE で問い合わせください。はい、それではですね、招きをしましょう。そう、タイさん、パソコンは E バイブ、スマホは U バージョン、そうですね。いや、ウニさん、大丈夫ですよ。信仰があれば洗礼は受けれますね。信仰があれば洗礼を受けることはできます。はい、それでは、招きをしましょう。今日の放送を聞いて、今までは、いろんな虚しいことに専念してきた。一体何に専念したらいいかわからない。自分は何を目指したらいいかわからない。本当の生き方がわからない。何を熱心にすればいいかわからない。しかし今日の放送で、一番大事なことは、イエス・キリストに会って専念する。信仰に専念する。イエス様の教えを学ぶことに専念する。イエス様の、御心を、イエス様の御心を行うことに専念する。やっと専念することが分かった。何を専念したらいいのが分かった。もう虚しいことに専念することをやめて、本当に、大事なこと、一番大事なこと、一番必要なこと、これからは、イエス・キリストにある信仰に専念しよう。イエス様を信じることに専念したい。そして、イエス様の教えを学ぶことに専念したい。伝道することに専念したい。人を愛することを専念したい。そう思う方、アメン。祈ることに専念をしたい。祈ることを専念したい。そういうふうに決心する人、アメン。今からでも大丈夫ですか？十分大丈夫です。なぜ聖霊のバプテスマを強調するんですか？とても大事だからですね。とてもとても大事だからです。アメン、アメン。ハンナさん、アメン、アメン、アメン。イエス様もおっしゃいました。マリアがしていることが、もう人間にとって一番大事なことだ。マリアは何を知ったんですか。イエス様の言葉に専念してたんですね。イエス様の言葉を聞くことに専念してました。ですからマリアは一番大事なことをしているんです。皆さんはそういう意味ではマリアです。イエス様を産んだマリアじゃありません。マルタの妹のマリア、皆さんはマリアです。つまりイエス様のことを聞くことに専念してます。一番大事なことを専念してます。ウニさん、イエス様をいつも心に置きます。アメン。天のお父様、感謝します。今、アメンと言った方々は、あなたに専念しています。あなたの教えに専念しています。あなたの御言葉を学ぶことに専念しています。祈ることに専念しています。その御言葉を実行することに専念してます。彼らを励ましてください。燃えるように熱く求めることができますように。彼らを、自由にし、そしてその自由をさらにイエス様のために使うように。どうぞイエス様、彼らを強めてください。神の力を与えてください。植え替わりを与えてください。もう本当に、素晴らしいダイナミックな人生が始まりますように。積極的で前向きで、
希望的な喜びに満ちた人生、もう本当に溢れるばかり祝福される人生が始まりますように。どうぞ今、イエス様に決し、イエス様を信じて歩もうと決心できますように、決心できますように、そしてその選択をキープし、イエス様からイエス様にとどまり、イエス様の御言葉にとどまり、イエス様から離れないように、イエスキリストを信じる信仰から離れないように、どうぞ専念できますように、どうぞ放送を見続けることができますように、放送を見て信仰を強めることができますように、どうぞ祝福してください。リスナーを祝福してください。リスナーを祝福して、素晴らしい神様の、恵みの世界に入っていくことができますように、喜びに満ちた世界に入っていくことができますように、さまざまな知恵、神の知恵と知識によって、さまざまなサタンの、妨害を打ち破っていくことができますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。ウニさん、チャイスクールは大人は通えないのですか？大人は一応天国大学ですね。天国大学。花さん、キューちゃん長生きすれば放送長く見れます。アメン。ぜひ私が長生きできるように祈ってください。長生きできるように祈ってください。ね、サタンがいろいろ、妨害を与えるかもしれません。皆さんの祈りが必要です。ぜひ皆さん、皆さんの祈りは、このミニストリー、ミニストリーっていうのは、まあ、その働きということですね。このミニストリーは皆さんの祈りにかかってます。ぜひ皆さん祈ってくださいね。このミニストリーがもっともっと拡大するように、このミニストリーがもっと多くの人を救うことができるように、どうぞ祈ってください。私の健康も祈ってください。ありがとうございます。それでは今晩はですね、Jさんという方のスカイプインタビューです。健康から新刊、彼は以前は健康だったんですけど、信仰によって新刊になりました。信仰によって新刊。新刊というのは、韓国が好きになったということですね。その証をしていただきます。それでは夜7時にお会いしましょう。シャローム、良い一日を。シャローム、良い一日を。シャローム、シャローム、シャローム。